はい、どうも、メンヘラおじさんです。まあ、なんとかやってます。はい。まあ、ちょんまげ小僧さんですよね。中学生 YouTuber なんですけども、1000人登録者達成からですね、本当にまあ、半月ぐらいで100万人行きましたね、というところで、まあ、おじさんも今、1000人超えの YouTuber としてですね、すげえ羨ましいなと思ってるところでございます。まあ、もちろん、その、編集であるとか、もろもろね、すごいというところと、あと、まあ、中学生というところでですね、まあ、注目を浴びたんでしょうけれども、いや、でもやっぱ結果出るのはすごいっすねと思います。おじさんもね、なんかその波に乗ってね、本当に10万人ぐらい行ってくれたらなとか、いうのは思うんですけど、まあ別におじさん的には別に10万行かなくても5000とか1万でも、やれることは増えると思って、まあ特に1万人ですよね。1万人増えれば、なんとかやれることが、多くなるんじゃないかなと思いながら、まあ日々、ショート動画を上げたりとかですね、あるいはまあ本編で、まあできる範囲でね、一応まあサラリーマンで喋れることを限定されてるので、まあそういう、まあできる範囲で、なんですけども、まあ日々努力してると、まあワンチャン100万人行く可能性があるということがちゃんと見えちゃったんで、なかなか YouTube やめることできへんなと思いながらですね、まあ日々投稿していこうというところでございます。はい。まあちょんまげ小僧さんみたいにですね、なんかこう、まあ面白いことをやるとかっていうもんでもなく、まあどっちかといったら Vlog 感覚なので、まあこの方向でですね、自分の中では、まあ仕事をしながらですね、伸ばせるだけ伸ばしていこうと思ってて、まあショート動画中心にですね、まあちょっとずつ積み上げながらやっていこうというふうには思っております。はい。そうですね。一応まあ、今年の目標って、登録者3000人と300万再生っていうところなんですけれども、今のペースでいけばどうなんでしょうね。わかんないですけど、再生回数的にはいきそうな感じもするんですけどね。かける12をしたら。だいたいまあ、20万再生かける12で240万再生。まあ、もうちょっと落としても15万かける12で180万再生やったら、今150万再生なんで、足し合わせで320万再生になるんで、まあ、単純計算でもいこうかな、みたいなところはあるんですけども、まあ、そこを、守りながらですね、まあ、それに伴って登録者増えて、もっと質問とかですね、もう個別依頼が増えれば、少しずつ、前向きに行くんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、実際、今、伸びが鈍化しているので、自分の中では、まあ、どうしたらいいのかな、っていうのをもがきながらね、まあ、チャンネル運営しているところでございます。はい。まあ、もちろん、その9月のオフ会とかね、楽しいことはあるんですけども、まあ、その運営とかもまあ今後どうしていくかとか、あるいはまあもうちょっとこう、ウェットの話をしていくのかとか、なんかまあいろいろ考えないといけないんですけども、まあできることできないこと限られてるんで、まあそんな中でですね、できるだけまあ、投稿だけは続けようっていうのはもう決めてて、最悪誰も見てくれなくなっても Vlog 感覚で、やれば、まあ自分の記録として残るかなぐらいの、まあその低いモチベーションっていうんですかね、継続をすることをまあ第一にしながらですね、日々やっていこうと思ってますので、よかったら、またチャンネル登録、とか、あと動画見てもらったらありがたいです。で、質問とかがあればですね、私、誹謗中傷じゃなければ基本的にお答えしようと思ってますし、個別の相談もですね、実はちょこちょこ受けてるんですね。別にお金もらってるわけじゃないんですけども、はい。で、受けているので、まあそういうような、なんですかね、まあ、アラフォーならではの、まあ、ご相談であるとか、まあ、おじさんの経験値であったりとか、いろんなところでですね、お返しできるものあると思いますので、まあ自分はもう全く何も持ってないと思ってたんですけど、意外とね、いろいろ来るんですよ。はい。なので、そういうものをお返しながらですね、まあ、チャンネル運営できればなと思っておりますので、皆さんチャンネル登録お願いします。以上です。